太陽系の皆さん、どうも、本日も、こんにちは。有精卵です。昨日は、また我が地域でも、雪が降ったわけですけど、畑にね、午前中、雪が残ってたんだけどね、すっかり溶けました。うん。この畑、僕のところの畑なんですけど、うん。もうそろそろ、もうすぐこの畑、剪定作業っていうのが終わりそうなところです。この木が終わって、そこにある木をもうちょっとこう手入れて、あと一本くらい手入れれば終わるかなと思って、うん。ここの畑、割と広い畑なんだけど、うん。結構長かったですけどね。うん。手がかかったけど、うん、もうそろそろ終わります。あとね、三つの畑が残ってて、3月中に終わるのかなんていうのはね、頭にいつもあって心配してるんですけど、うん。最近ね、こう、空から雨とか、まあ雪が降ってくると、水分、ね、地面は潤してくれるから、こういう枝に、赤いツヤがね、増してきて、うん。桃のね、花芽がだんだん膨らんできてる感じなんですよね。うん。春をね、目指して、桃の木も頑張っています。うん。とりあえず、もうちょっとね、もうちょっとでこの畑が終わるので、うん。ちょっと一息、うん、安心な気持ちになっています。うん、まだね、三つ、畑が残ってるんですけど、頑張ろうと思います。みんなも頑張ってください。ここね、切らなきゃダメなんですよ。ここ切らないと、またここから太いシュートが出ちゃって、ダメだなっていうことで、ここ、しっかりここを切らないと、桃収穫のためにはダメですね。うん。じゃあ今日も、この後も頑張っていきましょう。本日もお疲れ様です。以上です。